はい、というわけでね、じゃあ、予言のマジックをしてあげます。あらかじめですね、ここに封筒が入ってもありますね、一応封筒で、これは皆さんの見える位置に、ここに置いておきます。はい、で1枚のカードが、最初に予言として入っています。ここにですね、カードがたくさんあるんですけども、じゃあなんか好きなカード一つ何でもおっしゃっていただけます。何でもいいですよ。ハートの5。ハートの5番。ハートの5番。たまたまハートの5ですかね。はい、信じられないと思うんですけど、ハートの5ないんですよ。でも最初に封筒ありましたよね。まずクリップを外しますね。中に二重封筒だと思うんですよ。これさらに厳重です。そして1枚だけカード入ってるんですよね。これなんと先ほど言ったハートの5ですね。もちろんこちらにはハートの5は一切ございません。はい、というわけでね、じゃあ、今日はカードを使ってね、マジックをしたいと思いますが、じゃあそうですね、適当にじゃあ1枚でカード、じゃあハートの6ですね、いきましょうかね。でこれに、まあ、お互いお客さんサインにしますけど、まあ、適当にじゃあ僕がサインをしました。はい、ね、こうするともう1枚だけのよいしょ、まあ、カードになりますね。でその前にすごく重要なことがあって、ここにですね、封筒があります。クリップで留めた封筒ですね。もちろん普通の封筒です、ね、でこれは、最後にお見せしますから、見える位置に置いときますから、この封筒から目を離さずに、ね、僕の方のトランプを見ててください。ね、じゃあまず、サインしたカード、ね、これをカードローですね、真ん中にこう入れますね。中に入れます。ゆっくり押し込んで、もちろん下にも上にもないんですけど、するとね、もう上に上がってきます。よくあります。もう一回いきますよ。この状態で真ん中に入ります。こうすると、ね、やっぱりこう上に上がってきますね。ゆっくりいきますよ。中に入りますね。この状態でさらにこう入ります。そしてさらに中に入って弾いていくと上に上がってきます。でこうやってやるとなんか僕の手でやってると思うので、そうですね、じゃあハートをここに置いておきますから目を離さないでくださいね。ちなみにここに封筒があったら最初が見えてますね。はい、まずクリップを外します。中に実はすごい重要な二重封筒があります。厳重にね、さらにこの中に1枚予言のカードが入ってました、ね、そしてこのカードは実は違ってて、封筒から出たカードはそう、あなたのサインした